今回の CM は最後に黒木さんが犯行を自供した内容で終わっていますけれども、さあ取り調べといえば白状ですよね。その白状にちなみまして、ここで皆さんに秘密にしていたことを白状していただきたいと思います。あ、よろしいでしょうか。いいかな。では黒木さんからお願いできますか。もう何でもオープンにして生きてきちゃったんで、あんまり白状しなきゃいけないようなことはないんですよね。ないんです今更ね。でも1年前この作品やらせていただいた時よりも6キロ痩せました。うわーすごい。そうですか。はい、何かあったんですか。初舞台の演技。あ、そうですね、舞台で、はい、舞台を去年初めての舞台やらせていただいて、その先生ありがとうございました。こちらこそたくさんアドバイスいただいてで、その舞台をやるとちょっとトレーニングを始めて、はい、ウォーキングを続けたりなんだりしてるうちに少しずつ落っこってきて、舞台終わったらこれで元に戻るかなと思ったら戻らない。そうね、はい、もう舞台終わって半年以上経ちますけど戻らないんですよ。定着したようでございますね。はい、さ、去年の作品で見比べていただくと、あ、確かにちょっと6キロ分丸いぞって思っていただけるんじゃないかと思うんですけど6キロがだいぶでかいですよ。6キロ、6キロもキープするために何か意識されていることはあるんですか。特にないんです。ところが、はい、今その生活が定着してるんですね。そうですね。もうだから舞台って初めてやらせていただいたんですけど、ダイエットにすごくいいなと思いましたね舞台ダイエット、舞台ダイエットできる。いいの。ありがとうございました。では続いて黒木さん、何か白状できることありますか。あんまり言いたくない秘密ですよ。え、言いたくないって言ってたよ。西田語で言ってるわけで。なるほど、西田語で。いや、もうその会話しなきゃ。私今年それこそ今年からジムデビューいたしまして。おお。はい、もう罰ゲームと言われながら、はい、